お久しぶりです。お久しぶりです。こんばんは。髪の毛がすごい伸びましたね。伸び伸びで。今日はどうされましたか。もう鏡なくて靴紐が結べなくなっちゃって、あ、じゃあ靴下履いたりするのも辛い。じゃあ腰ですね。はい、わかりました。よろしくお願いします。大丈夫ですか。寝るのも辛いですかね。寝るのも動くのも結構。まあそうですよね。ここまで来るともうどうしようもなく、うん、そうですね。まずちょっとチェックします。一応自分でもマッサージしたんですけどね。あ、はい、あのストレッチですか。あ、はい、ずっとやってたんだけど無理だった。もうすでに痛い。痛い。どっちが特に痛いですかね。右ですかね。右の方が痛い。この辺とかですかね。はい、首見ますね。あ、首も痛そうですね。これ痛いですね。これ痛い。左よりもちょっと右の方がコリコリ強いですね。はい、じゃあ右。それからちょっと背骨の状態削りますね。大きくはないんですけど、ちょっと蛇行見られますね。それとここで見るとかなり腸骨の高さが右が高くなってますね。後骨のところではそんなにないんですけど、腰のところでだいぶ右腰が上がってますね。そこから足がもう全然違いますね。長さが右が短いですね。痛い。右が上がって、これだけ左右差出ちゃうと確かに動きづらいし痛いですよね。痛いのもちょっと長さが短くなったりとか極端に出てるのも右なので、右の方ちょっと立ってますね。はい、ママ何してんの。マッサージしてもらってるの。癒しますね。入れるの辛くないですかね。はい、はい、気持ちいい。揺すってもらうのが、はい。もうそこまでいよいよっていう感じになったのはいつからですか。12月の半ばぐらいから怪しいってなってて、はいはい、でコルセットつけてたんですよね。あ、はい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 、もうここまで来たなと思って、で年末入ったら行こうかなと思ってたけど、全然時間がなくて年越しちゃったみたいな。いよいよやばいって思って、車乗ってんのなんかも大変だったじゃないですか。大変だった。ね、時間長くなると腰痛い人にとっては結構ね、座りっぱなしは辛いですよね。辛かったけど、まあ、なんかその途中途中で自己マッサージというか、ストレッチを入念に、はいはい、自分の体のこと考えてできるから、結構やってたんですけどね、はいはい、まあ、戻りはしないですよね。一生懸命もうほぼ毎日3回ぐらいやってました、膝の方もやっぱり痛いですか。いや、これそれ膝痛かったのは、膝痛いのはなくなりました。うん、それこそ最初の方はすごく痛かったんですけど、腰来てからは全然もう痛みがそっちに行っちゃって、なるほど、よく分かんなくなった。
なんですけど、これちょっとあの矯正効果があるので、はい、方がすごいなとかしてると思います。どうですかね。うん、すごい。すごくね、痛くもなくて、はい、あの優しく揺すられて、そうですね、気持ちいい感じで、はい。首もこれでもうさっきここコリコリしてたんですけど、うん、あのその感じが緩みましたね、はいはい、まあ、今だとそんな痛くないですよね。ないです。はい、でちょっとただこのやっぱり背骨に弾力がなくなってる感じなのと、こう後腕が猫背ですね、強くなってますので、やっていきますね。きつかったら大丈夫ですか。あー、のぶとい、これうちょっと動きづらいですね。大丈夫ですか。ちょっとやっぱ息苦しく感じますよね、はい、はい、圧迫がね、あの余裕がなくなっちゃってるのでね。痛みの上から、はい、マミちゃんが、はい、乗っかると、はい、何回か吐いて、ね、やばいってありますよね。あ、どかってね、もう結構ね、重いですもんね。重いです。14キロぐらいあるんですか。うん、もう14キロだ。うん、あ、なんだかしゃんじゃ、だって今なんだ、しょうがないです。どうかなんじゃない。これで、まあ、ここが今もうこれだけで、うん、すごい硬さね、変わりましたよね。あ、変わったんですね。はい、あの腸骨がさっき右の方が高かったんですけど、うん、まあ、それがほぼ同じぐらいになってまして、2階での方見たい。足も先ほどなくなってますね。まあ、ね、それで、まあ、ちょっと骨盤の方もやっていきますね。あ、すいません、行って怖かったですか。大丈夫ですか。はい、ちょっと曲げた状態でちょっと外、あ、内とこうちょっと回しますね。はい、大丈夫ですか。はい、はい、自分でできる限界ってありますよね。そうですね、ちょっとだいぶ今もうあの足も冷えてますよね。はい、痛い。とりあえずあの全体を整えてさらに流すっていう形で、まあこの整体先にやって、オイル後でやりますね。はい、もう本当聖子さんのこう体の仕組みだとか、こうセルフマッサージした方がいいの、そのいろいろなご指摘を受けて、なんとかかんとか持ってるような、なんとか乗り切ったですね、半月。ね、でももう1ヶ月近いってことですもんね。おかしくなってからというか、もうやばいな、ね、か。あれ無料だね。タイミング。本当置いていきたかったけど。で、それぐらいの感じでしたよ。うん、なんか立て続けに、うん、一回行くことになってたのが来れなくなっちゃったんですよね。そうなんですよ、それももうだいぶ前ですもんね。3ヶ月ぐらいは前ですよね。なかなか見つけられませんね、そういう時間はね。ママ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 
大丈夫ですか？はい。はい、なんかいろいろ戻ってる。ガチャガチャしたの。なんか。なんかその方がいいっていう人が結構根強くいるので、まあまあちょっとそこにいる以上はしょうがないよね。また慣れてるんですよね、子供たちもね。あ、そこはね、痛いですね。うん、嫌な感じで痛いですか？ちょっと苦手な感じですかね。そこまで、あの、なんていうんですか、それ以上行かないわよっていう体がいい。なんか自分でもやってたのはそこですね。そこがどうにもならないから、それまでにもちょっと、やけどしちゃった、ほぐしとかないと、なって思うぐらいに、一番の、ちょっと暖かくていいかな。近すぎれば、熱すぎて、やけどしちゃった。そこで慣れなくていい。熱すぎて嫌だ。そこがでも緩まると、とりあえずなんとか楽にはなった感じですか？そうですよね。1日4回お風呂入りました。ああ、まあね、まあまあ。お風呂入ってたら少し楽ですからね。お風呂入ってたらちょっとマッサージして、それの繰り返しをやって、この時間に来るまでに。やっぱ右が短くなるというか、右の縮みが結構強いですよ。